2022年10月8日スキップシティ映像ホールで令和4年度第4回上映会と公演「古文書から読み解く埼玉の戦国武将」を開催しました第1部の映像上映では中世の古文書戦国の光と影城跡を訪ねて川越越越 岩月の2本を上映第2部では埼玉県立文書館首席学芸士官の新井博文さんを講師にお迎えし戦国時代岩槻城主として活躍した武将太田助政にスポットを当て当時の古文書や助政の波乱万丈の生涯についてお話しいただきました。 さて、本日のですね、えー、お話の中心になります、太田助政ですけども、岩槻城主です。で、大英2年、えー、生まれなので、今年でちょうど生誕500年になります。で、初陣からですね、天正18年の小田原北条氏の滅亡までですね、戦後時代の終わりまで大将の戦79度、一番やり23度、組打ち34度という、まあ、要するに列戦の優ですね、えー、合戦に出れば負けなしという、そういうまあ猛者、勇者であります。 で秀吉に言わせれば知人優を兼ね備えた良承なんだけど昇進な、えー、小物だって言われてますなぜかというと岩槻城を追われその後岩槻に戻ってこれなかったで一つの大きな城の城持ちになれなかったということを秀吉に揶揄されてるわけなんですが、まあ、その辺の話もちょっと最後触れさせていただければというふうに思います。 でまずですね、この助政誕生以前の時代というのを少しおさらいしておきます。まず戦国時代の始まりですけれども、その前にまあ室町幕府の成立を言っておかなくてはいけません。室町幕府は誕生して、京都にまあ幕府が置かれますけれども、実は鎌倉にも鎌倉府というのが置かれて、足利氏の一族が置かれたということで、まあ、2人の足利将軍がいたということを、まず念頭に押さえていただきたいというふうに思います。 そして彼らを支える組織として関連組織ががあったんだとというこ一つで最終的には室町幕府の五代が右側の黄色いですね将軍系になりますけども左側のこのピンクの方の歴代が鎌倉府系府になります。でその最終的な四代の持ち主の時に室町幕府の方とですね対立関係になりましてでその時にはざまで動いていったのがこの ぼっちがついている関東関連家ということになりましてこの関東関連家とこの京都方の室町幕府そして鎌倉将軍家との特に4代持ちうちとの戦いというようなま流れになっていきますで、その持ちうには子供たちがいたんですけどもまあ、ことごとく滅ぼされたりするわけなんですが最終的に一人生き残っていた人間が再び鎌倉の久保として5代目として 入ってきまますすこの重内という人物になりますただこの重内がですね鎌倉からいられなくなって古賀へ出奔するとで以後古賀に移ったので古賀久保と。でどのように所領を展開していくかというとこのオレンジ側ですねこれが久保に味方する勢力で左側のこのグレーですねいろいろなところが関東管連上杉市の所領範囲といいますかを味方する人たちの ちょうどこのグレーゾーンの真ん中あたりが先ほどの岩槻城の位置づけというふうになるわけでして非常に境界線のに位置した城だったということもわかります。そして古河久型とこの上杉型の境目になっているのはどこかというと実は利根川がその境になっているということで利根川の東側と西側を境に上杉と古河久との対立が行われたと。 というこれが時代とともに進んでいくとどうなるかといいますと、えー、その中でですね着々と侵略を進めようとしてそして両,方両者の間をうかがっていたのが小田原の北条氏、まあ、初代北条尊雲と言われてますけどもともとは伊勢氏というふうに名乗っています。で彼がですねその両者の隙を縫って関東に進出してくるということですね。 で2代目の北条氏綱の時に実は伊勢市から北条市に改正します一番大きいのはこの氏綱の段階でそれまで所領として支配された武蔵の国これをついに手に入れるということになっていきます。これ色分けされているところですね初代の宋雲から氏直というふうに5代にかけて徐々に徐々に所領を広げていっていることが分かりますけれどもこの2代目の氏綱の代に えそれまで扇安上杉氏の所領だった武蔵をまあほぼ手中に収めるというところが大きなところですね特に江戸城川越城ここをですね氏綱の代で手に入れるということが進出の大きなきっかけになります。でその後次にこの氏安の時代になっていくと、まあ、再三出てきます岩槻城ですねこういったところが次の戦略範囲になっていくということで続々とその上杉氏が持っていた城を支配して えも乗っ取ってくというような形がこの北条氏のえま侵略過程になりますそしてここと実は対峙していったのが太田助政だということになりますで太田助政についてはですね系譜だけちょっと確認しておきます、えー、皆さんよくご存知のですね助、えー、清同心助長同館この太田同館父子の子供に助家がいてそしてその孫に助寄りそしてその、えー、子供 まに当たりますね館ねそれが佐政、えー、という人物になりますさて彼がですね、えー、その戦国史上登場してくるのがいつかというと表立って登場してくるのがですねこの天文15年という年です天文6年に今、えー、北条氏によって川越城が奪われますこれもともと木形上杉氏のお城だったわけなんですけども、えー、その城が奪われてしまいます。で城を奪い返すために上杉勢が 古、えー、賀勢要するに足利将軍家ですね古賀の古賀久房とも手を組んで古賀久房とそれから山の内それから扇安の大軍を持ってですねこの川越城を攻め取ろうとして戦いに挑むのが天文十五年でこの時の城代が北条氏、えー、重という人物ですねそこに援軍をよこしたのが三代目の北条氏綱というふうになります。 でこの時に行われた合戦の模様が、まあ、川越の人が行伝寺の過去帳とかにも出てきておりますが、えー、数としてはその行われた合戦天文15年の4月に行われた合戦で討ち死にした人数が人っていうようよなことが、まあ、出てままいりますでこの川越合戦実はもう一つ大変なのは、えー、と太田助政は当然扇安上杉氏なので。 反北条方ですから北条、えー、と戦うために川越合戦に参加したわけですねところがですねつまさ政にお兄さんがいたんですね前冠というお兄さんがいましたが、まあ、彼がですね途中で、えー、上原氏という人物の手引きにあって北条方に寝返っちゃうんですねで彼が寝返ったことが一つの引きかけになって、えー、上杉方は負けてしまう非常にこの前冠の裏切り行為っていうのがですね川越合戦の勝敗 大きな影響を与えたということが最近の研究で分かってきています。まこれがその文状ですね。早慶の助ってこれ前関のことなんですけども、築、え、地、ー、実行の段って書いてありますから、要するにこちら側にこう味方したぞっていうことで,で、よく手引きしたねっていうことでこの上原氏に対して内家康が感謝状を述べていると。 まあ、そういうものがあるということで、文書から、まあ、当時の合戦の裏の動きがわかるということになります。で、そのお兄さん、前漢ですけども、まあ、彼は川越合戦の翌年ですね、亡くなってしまう。で、亡くなると岩槻城主がいなくなるので、どうしようかってことになって、そこで、兄の代に入ったのが、この祐馬さん。で、ここで祐馬さんの岩槻城主としての誕生が見られるということになります。 で鑑馬さんはどんなようなまあ支配を展開していたかというと、えー、まず天文十五年の川越合戦後北条氏の配下に組み込まれます他国衆という形で組み込まれますが、まあ、足立内内とか埼玉をを中心に支配を展開いたしますこれはあの桶川にある今明星院というところですけど実際はこれ稲にある赤い坊という、まあ、当時お寺があったんですがそこに対する政殺ですね、えー、お寺の中に生えている木とか草を伐採することを禁じたもの。 ですね、これむやみやったらと伐採した者にはに厳重に取り締まりますよと、まあ、そういう内容まさに戦国武将岩槻城主としてのです、ねえー、支配権をこうフルに活用していたこれはあの工事3年のものですけども、えー、三尾野屋号というところの電話制度を立ち上げた時の文書です。えー、やはり戦国時代電話、ね、制度っていうのがまあ北条氏によって あるいは武田氏によってある程度こう確立していくんですね。関東でもまあ、そうした。中でもまあ独自の領主の中でえ隙間さ自体、この天ー制度に関わって、そしてその開発をしたところに天満制度を引いていくっていうま。こういう文章を出しているというところは、非常に上司として独自の支配を確立させていたということが伺えるまあ資料になります。さて、実は隙間さ自体ですね。この後。 年の段階にななりまままして大きなまた転換期を迎えますこの年までは少なくとも北条氏の配下に組みする他の国衆という形で属していたわけなんですけども永禄三年の段階で上杉憲政が越後へ逃れそこでそこにいた長尾景虎に北条征伐を依頼するわけですねそれによって永禄三年の段階12月にですね長尾景虎が大軍を率いて関東にやってきます。でその時助政も反旗を翻して そして、後の上杉謙信にくっついて北条ゼミに参加するということになります。そして、上杉謙信になる、要するに長尾けたらは、永禄4年に関東関連に就任します。 でえー、それまで、えー、小学坊の関係でも揉めていたんですけども足利義寺という北条方ではなく関脇の世の出し方の、えー、やはり、えー、子供が足利氏にはいましたので足利不十字を次の、えー、将軍家にすべきだということで、えー、押しますそしてあと京都から公家の近衛咲久ですねこれを読んできますというような方ですね北条職から上杉職へこう関東が一転していくっていうのが、まあ、この段階。 ところがこのあとですね北条氏は上杉氏がやはり越後へ帰るとまた上杉氏が取り返した城を全部また取り戻していくってそのいたちごっこの中で、まあ、反北条の旗を広げた助政は、まあ、右往左往するっていうのがこの頃の問題。で以後ですね謙信はたびたび来るわけです。そして助政も岩槻衆という集団を認められてですねこの中でこの北条攻めに参加していくという形ですね。 それから先ほどこの世崎久が上杉謙信があのこっちへ連れてきたっていう話をしましたけども築山さんその時に接待教議係を命じられましてですねそれで簡易もいを頂いていますここで実は京都の空気とも関わりが出るってことだけちょっと覚えておいてくださいその後大きな合戦としては武州松山合合戦戦というのこれも大きな合戦です永禄4年に上杉が来てうまく取り返したんですよ実は松山城。 ところが松山城を今度は北条武田勢に囲まれちゃうんですね。なぜかというと謙信が向こう帰ってしまったので,でこの時にちょっと有名な話は佐、えー、政がですね、えー、岩槻と松山の間に軍用犬を飼っていて相互を危機させるというし、えー、と伝書場となる伝書犬を使っていたということが、えー、軍記者には出てきます。そしししてて、えー、信が、まあ、援軍来るんでですけども最終的には松山城を解除してしまううとということで 謙信間に合わなかった腹いせに周囲の北条方に願いた記載状や勝負状を放火して帰国しそして松山城は再び上田氏の続城となりますこれが松山城の航空写真ですね。でこのあと永67年という段階で実は第二次この大合戦となりますこれは里見市と北条氏の戦い。 当然、ケマサも参加するんですけども、この時は、えー、負けちゃうんですね、えー、軍機物等にもよく出てきますが、危うく首を取られる寸前のところで、佐江政は命からから逃げてくるわけなんですが、実際敗北。で、岩槻城に帰ったんですけど、残念ながら、長男の氏助、この時ににケマサを追い出してしまうということ、要するに城の中でのクーデターが起きます。そして、えー、岩槻城から追い出されてしまい、奪還を残念ながら失敗してしまうということで、以後、戻れず、死たちに 佐竹氏の百姓として、次男の政家と共に移っていくと、そういうような流れになります。この辺は結構あの波乱万丈な。まあ、世界になりますね。で、長男の氏助が独自のえー、判状とかを用いて支配を展開していく。吉井助政の後の医療をついていくわけですね。で、下の文書はですね。岩槻城を奪われた後、なんとか戻りたいということで、お父さんと一緒にですね。 えー、旧家臣たちに、えー、奪還の呼びかけをした時の文書で岩月城を奪還した暁には万引きの地を与える、まあ、そういう空手形的なものを与えたりしていますところが残念ながらまあ戻ることができなかったということが、まあ、こういった文書からわかるわけですね。でこの二人はまあ残念ながら日立のそれぞれの城に織田氏春を攻めるための客将として、えー、置かれます柿岡城と片岡城と。 佐竹の武将としてて働いていくわけなんですねでその間永禄12年になりますと先ほどの長男の氏助実は合戦の最中死因狩りという一番厄介な役を自ら引き受けまして戦死してしまいます、まあ、岩槻城の直系の人物が死んでしまったので城主がいなくなってしまいましたということで岩槻城は城主がいなくなるイコール北条氏の城になってしまう完全にですねそういうようなことになってしまうということになりますでこのあと永禄11年という段階になって でえー、実はもう一波乱あります上杉方の武将として活躍していた助政ですけどもなんと北条氏とと上杉謙信が邸を結ぶことになります、まあ、助政は佐竹氏の脚将ではあったんですけどもこの時すでに北関東の武将のです、ね、キーパーソンになっていたわけなので北条に組み捨るのがとんでもないという話になり最終的には氏スが死んで破綻するんですがその後天正2年謙信の最後の拠点だった羽生城と関脇城も落ちて 上杉方の汁は一切なくなくるそして反法上の立場の人たちも上杉方のその羽生石家窯に関してはあまり協力的でなかったということが分かります。まあ、この中でですね同盟条件として岩槻を返却しろということを言っていまして謙信はこのために努力するんですね。で助間さんに対しても説得するんですけど承服しなかったんですね。まあ、それほどととということと 北条が関東を席巻することを許せないっていうことをまあ再三にわたって剣士に訴えますさてそうこうしているうちに天正十年という年までいきます天正十年といえば皆さんよくご存知の六月ですね何があったかといと本能寺の変ですがその前に実はもう光月の国まで織、えー、田政権の勢力が入ってきていますでその段階で実は大田助政信長とも所上のやりとりをしっかりしていましてですね要するに別に剣士亡きやと は田豊臣政権ととつながりを持っていくというそういうい流れの武将になっていますでそれが名実に現れるのがその後天正11年以降に行われた小牧長久手の戦いと沼尻合戦というこれ関東でいうと沼尻というと現在の藤岡市になりますがこれはあの秀吉と家康の戦いが小牧長久手でも行われそして関東でも沼尻で行われたというそういうまあ合戦になるわけですね。 でこれまで北条方っていうのは結構神津、えー、下下野たりはで,ですね群馬栃木まで勢力を広げて、まあ、独断上だったんですがそこにちょっと裏切りがやはり出ましたそうすると反北条方だった佐竹宇都宮連中がそれを取り込んで、まあ、ここで北条と対峙するわけなんですね。 いいいわわゆる佐々木宇都宮連合対北条氏の戦いっていうの戦うが行われますで実際合戦には至らず沼尻という場所で膠着状態になるんですけどもこの裏で動いているのが助政だということで助政はさらに里見氏が参加することを要請していますそして、えー、最終的には小牧・長久手の戦いが収束するとこちらの戦いも収束するという、まあ、いわゆる全国規模で考えられている最近の合戦になります、まあ、要するにこういうい中で 実際両者を取り持つキーパーソンの役割っていうのを助政が果たしていたということが最近の研究でも分かってきていましてですねやはりそれは関東だけに収まらない西国のいわゆる食法政権ともつながっていたということが一つの大きな意味合いを持っているのではないかなと思いますでもちろん助政は家康とも実は書状のやり取りをやっていますので後の天下人となる人たちと漏れなく所状の交流を行っていたということになります。 さて関東の戦国時代も終盤になってきました天正14年2月に家康は秀吉に参入しますでこの頃関東総武事例というのを出しましてえ秀吉は自分が認めた合戦以外は、えー、合戦してはいけないという命令を下すんですね全国の大名にそれで唯一逆らってたのが実は北条氏小田原の北条氏だったということでこの時あたりからすでにえ秀吉との合戦を北条氏は意識しています岩槻城と小田原城に大構えという まあ城だけじゃなくて、えー、都市まですっぽり、えー、くるむような、えー、大きな包みを築くわけですね土塁を築いてで豊臣軍が関東に向かって、えーまあ、小田原に向かってですね攻めてくるというのがこのところですねまさに忍城は水攻めにあって他の城はまあ力攻めでまあ抑え込まれるということで特に激戦だったのがあの岩槻城だったんですね岩槻城は結構激戦区でしたなので多くの戦車もお出ていますそういうよういよなまあ状況の中で 戦いいが行われたととうことですねでこれが岩槻城の大構えっていう、ね、この高さあるんですよね、まあ、現在の歌子神社というところがここにあるんですけどもそこのてっぺんのこの下の部分までの高さが、まあ、土塁の高さになるわけでこれが岩槻城だけではなくて、えー、都市部を全部覆ってたってことを想像してみるすごい距離ですねそれから城西都市というふうに言ってもいいかもしれません。そういうい規模の まあ、お城だったということで、逆に言うと、岩槻城は武蔵を支配する上において。非常に重要な城だったというふうに言えるかと思います。で、最終的に落城直前の文書、二十二日の文書ですね。えー、岩槻城二三の丸まで、親ぶって首あまた取ったという内容の文書ですね。これは秀吉が、ええー、家康の家臣であります。本田とか。それから平代に対して出した文書ですね。 で助正は実はこの時小田原城に行ったという説と行ってないという説があるんですけども、まあ、これはあの近世の記録でなきゃわからないんですけども、まあ、最も亡くなる直前に出した文章と思われているのがこの仏宗法医と言われるもので秀吉によって、えー、まあ最終的に武蔵に戻りたかったそして岩槻に戻りたかったっていう願望は達成されたわけなんですけどもその時にはもう本人も実は亡くなっちゃったということになるわけですね。 まあ現在お墓にについてはここにありますで一個だけエピソード紹介しておきますと秀吉と対面したと言われている記録類には秀吉に対面した助政ですね この小田原攻めについてどう思うって感想を聞かれたんですね。その時に付け馬さんなんて答えたかというと、大勢を持って、えー、まあ小田原戦では勝つのが当たり前、そういう力綱でやるっていうのは、えー、と名称のすることではないって言ったのに、まあ非常に歴史家のごとく怒ったということで、まあその辺でこうちょっと田元を分かったというようなことが書いてあります。まあそういう意味ではやはりあの部下を殺さずにどう勝利に導くかということも常に考えていたということが、えー、まあ言えるかもしれません。 まあそれで今日見てきたような助政のまあ生き様から皆さんどういうことを感じ取ったでしょうか、まあ、一口に言えば助政って非常にこう弱たりある意味下手だったかもしれませんよね、えー、一方で武蔵を代表する戦国武将というとまあ行田のねお城成田氏だとかまあ先ほど紹介した松山の上田氏とかっていうのはちゃんとこう戦後も戦国をうまく生き延びてそして推し上主としてね最後まで国にするという人たちもいるわけなのでそういった中では まあちょっっと冷や飯を食ったかもしれませんでも一方では佐竹氏の家臣として北武蔵武蔵のキーパーソンとして動いてしかも直方政権ですねいわゆる織田の豊臣政権とも交流を持ってたという一面も持っていたので、まあ、ある意味戦国武将としては結構ビッグなことをやったんではないかなというふうに思います。ま,あ、えとまた新しい市料が出てくるということを我々も期待していますので何かまた情報がありましたらぜひお教えいただければありがたいなと。 いうふうに思います。ご清聴どうもありがとうございました。スキップシティ映像公開ライブラリーは。今後もさまざまなイベントを開催してまいります。皆様もぜひお越しください。 チャ,チャンネル登録グッド評価もぜひよろしくお願いします。